神竜様、あなたに懺悔しておきたいことがあります。急にどうしたのですか？神竜様の進化として支えていく以上、全てを話しておくべきだと思ったのです。私は当初ソラネルへ移った際、神竜様のお世話をするのが嫌でした。え？昔の私は命尽きるまでルミエル様の守り人でいたいと願っておりました。ですがルミエル様は私の申し出をはねのけ、眠るあなた様のお世話を命じられました。自分が不要だと告げられたような気がして、私は失意の気持ちでソラネルへと移ったのです。そうだったのですね。ではどうして私の世話をこれほどまでに？最初はルミエル様のご命令に従うためですが、今はあなた様のお人柄、そしてその意志に忠誠を誓っているからです。バンドレ、これはルミエル様が亡くなられてから気づいたのですが、ルミエル様は自分の命が短いことを悟っておられました。ですから私をあなた様の世話係に任命し、助力するように采配されたのです。ルミエル様の大切な御子を託されるなど、竜の守り人として最高の栄誉なのに、愚かな私はそのことに全く気づかなかった。これが私の懺悔したかったことです。申し訳ありません。謝ることなどありません。よく話してくれました、バンドレ。神竜様、あなたの進化としてこの場で改めて忠誠を誓わせていただけないでしょうか？はい。神竜様、私はあなたに永遠の忠誠を誓います。バンドレ、あなたを一番の騎士として承認いたします。その証としてこれをあなたに。これは約束の指輪。いけません、このような大切なものを私などに。 いえ、この指輪はあなたに渡そうと思っていたのです。これは神竜族に伝わる神竜と特別な絆を結ぶ指輪であれば、母さんと私、その両方に仕えてくれたあなたにこそふさわしい。そんな、まさかこのような栄誉を賜れるなど。その言葉、私が目覚めた時と同じですね。あの時からずっとあなたはそばにいてくれました、バンドレ。これからもずっと共にいてください。承知いたしました。たとえ地の果てであろうと、私は神竜様についてまいります。この指輪にふさわしいよう、もう二度と主君を死なせてしまうような過ちは犯しません。このバンドレ、あなた様を必ずやお守りいたします。剣となり盾となり、この命尽きてもずっとおそばに。フラン、待っていましたよ。神竜様、どうしたんですか、こんな時間に。今日は折り入ってお話があります。そろそろファンクラブを見直す時期かと思いまして。あ、お邪魔にならないように応援してきたのですが、やっぱりご迷惑だったのですね、すみません。いえ、そういうことではありません。ではもしや、ただのファンクラブから公式ファンクラブに格上げに？そういうことでもないのです。では格下げ？いえ、そういうことでも。じゃあ何なんですか、もう神竜様。はっきり言います、もうファンはやめてほしいのです。ガーン、ちょっと待ってください。辛すぎて息が、呼吸が。神竜様のファンでいられない私なんて、ソラネルから人思いに身投げした方が。落ち着いてください、フラン。違うんです、ファンではなくて、これからは私のパートナーになってもらいたいなって。はあ、パートナー？パートナー？フランは私が目覚めるずっと前から
私のことを思ってくれていたのですよね。晴れの日も雨の日も、楽しいことがあった日も悲しいことがあった日も。は、はい、全身全霊でそのことだけは自信を持って言えます。それなら私のパートナーはあなたしかいません。これを受け取ってください。約束の指輪。ちょっと神竜様、こんな大切なもの本気ですか？はい。フラン、嬉しすぎて神竜様に目線どころか指輪までいただいてしまって、こんなことって私喜んでお受けいたします。ありがとうございますフラン。あのでも私、神竜様のファンはやめたくありません。ファンでもありパートナーでもあるというのはダメですか？だって神竜様は私の人生そのものですから。ダメなわけありません。そんなにたくさん思われて本当に幸せです。ありがとうございます神竜様。私の方がもっともっと幸せです。これからもあなたのことを世界で一番応援して支えますからね。神竜様、少しだけ真面目な話を聞いていただけますか？もちろんです。何ですか？僕は神竜様のことをずっと思ってきました。どんな性格なのか、どんな声をしているのか、神竜様が目を覚ます前から想像を膨らませていたんです。どうでした？実際に会ってみて。今は会わなければよかったと思っています。離れたところから見ているだけならこんな気持ちにもならなかったのに。クラン、こんなこと森人たる僕が言ってはいけない、それは分かっています。でも僕はもっともっともっと神竜様とお近づきになりたいんです。僕が神竜様の特別な人になりたい。ダメでしょうか？クロン、それってあなたは竜の守り人として私を大事にしてくれているのだと思っていました。最初はそうでした。でも今は寝ても覚めても考えるのは神竜様のことばかり。この気持ちは誰にも負けないつもりです。クロン、その気持ちが本気なら一つお願いがあります。はい、何でしょう？私にもあなたを守らせてください。え？それがお互いを大切に思うということではないでしょうか？はい、そうです、そう思います。でしたら問題ありません。私もあなたの守り人になります。それからこれをあなたに。神竜が特別なただ一人に贈る約束の指輪です。この意味は分かってくれますよね？ちょっと待ってください。あまりの嬉しさでめまいが。クラン、フラフラしてますよ。私の膝の上で休んでください。そんな滅相もないです。さっき約束しましたよね、私にも守らせてくださいって。わかりました。ではお言葉に甘えて。自分以外の誰かを心から大切に思う、なんて素晴らしいことなんでしょう。クラン、私は世界一の幸せ者です。僕
僕もです。神竜様、本当に大好きです。これからもずっと一緒にいさせてください。おはよう、神竜様。おはようございます、アルフレッド。なんだか今日は険しい顔をしていますね。神竜様、今僕にとても不思議なことが起こっている。僕の性格はどちらかというと考えるよりも行動を起こす類なんだ。ええ、知っています。思い立ったらすぐ動きますよね。でもなぜかあることに関してなかなか行動を起こせないでいるんだ。僕が行動を起こすことで今の良好な関係が壊れるかもしれないと以前君に言った僕自身の言葉をも覆すことになってしまうだろうから。私に言った言葉？普通の友として仲良くしていこうという言葉だ。待ってください、それってやっぱり友達失格とでも言う気ですか？僕はフィレネ王国の第一王子だ。いつまでも恐れに飲まれているわけにはいかないね。神竜様、僕はもう友という関係だけでは満足できない。どうか僕を君のパートナーとして認めてくれないかい？君を特別扱いしない、そう約束したけれど、もうとっくに僕の特別な人になっているんだ。その証としてこれを持参した。綺麗な刺繍ですね。フィレネでは先祖の代から服や刺繍などを受け継いでいく文化があるんだ。これは古くなった部分は継ぎ足され、形を変えながら受け継がれてきた王家の刺繍だ。大切な人に渡すように言われている。この思いに応えてくれるのなら受け取ってほしい。アルフレッド、ありがとうございます。喜んでお受け取りします。神竜様、ああ、本当にいいのかい？はい、私もあなたのことを大切に思っています。思えばあの日、神竜王城の回廊で出会った日から特別なものを感じていたのかもしれません。私からはこれを。手を出してください、アルフレッド。約束の指輪。これからも共に旅をしましょう。ずっと一緒に。ありがとう、神竜様。特別になったのだから親愛の表現をためらう必要はないね。大好きだ、君がいれば僕は世界で一番幸せだよ。神竜様、どうされたのですか？こんなところに呼び出して。ブシロン、今日も新郎の発散法を教えてくださいということを言いたくてお呼びしたわけではありません。今日は3つのことをお伝えしたくて来てもらいました。1つ目はお礼です。いつも私のことを支えてくれて本当にありがとうございます。とんでもないです。俺はただ神竜様のお役に立ちたいだけで。そういう一生懸命なところも謙虚なところも本当に素敵です。素敵？はい、思い切って言ってみました。今のが二つ目の伝えたいことです。あともう一つだけ伝えさせてください。それはそのごめんなさい、なんだか感極まってしまって。どうしたのですか？神竜様の感極まる様子を見ていたら俺まで感極まってきてしまって。ブシロンは人の気持ちに寄り添ってくれますね。だから私はあなたを特別だと思ったのかも。ブシロン、私のパートナーになってもらえませんか？この約束の指輪を受け取ってほしいんです。私と特別な絆を結んでください。
すごく嬉しいです、神竜様。ここで泣いてはいけませんね。俺もきちんと伝えないと。俺は王族でも守人でもない、ただの兵ですが、それでも神竜様のことを大切に思っていました。むしろ、もちろん、ぜひお受けします。喜んでそのお気持ちに応えさせてください。俺なんかでよければ地の果てまでもご一緒しましょう。ありがとう、ブシロン。私はとても幸せですよ、神竜様。それは俺のセリフです。これからはずっと隣にいます。人生に迷っても涙しても神竜様と一緒なら幸せです。神竜様、どうしたのですか？最近は私を避けるようにお一人で走られて。それは、もし私が失礼なことをしたのでしたら謝りますので。違うんです、最近悩み事ができてしまって。でもいくら走ってもこの悩みは振り払えません。私はどうしたらいいのか、ごめんなさい。ここで全て話してもいいでしょうか？お願いしますわ、エーティ。私のパートナーになってもらえないでしょうか？ええ、よろしいですわよ。え、そんな簡単に決めてしまっていいのですか？私にトレーニングのパートナーになってほしいんですわよね。そちらではなく、私と特別な絆を結んでほしいんです。この約束の指輪を持つパートナーとして。そんな、どうしてそんな大切なもの私に？エーティエはいつも前向きで、一緒にいるだけで元気をもらえます。面倒見のいいところ、優しいところ、全てが素敵で。指輪を渡すのはあなたがいいと思ったんです。そう告白しようと思ったのですが、断られることが怖くて。それでお一人で走っておられたのですね。そういうことです。でしたらご心配なく、これからは二人一緒に走りましょう。人生という名の道を片時も離れることなく。それって？ええ、喜んでお受けしますわ。ありがとうございます、よかった。とても嬉しいです。私も嬉しくて光栄ですわ。早速これから走り込みをしませんこと？この気恥ずかしさを振り払って、穏やかな幸せに包まれるまで。そうですね、ぜひ。さあ参りましょう、神竜様。私たちずっと離れずに走り続けましょうね。神竜様、少しお話できますか？もちろんです、セリーヌ。以前私は神竜様にこんなことをお話ししました。私はフィレネの平和のためなら剣を持ち戦う覚悟がある。平和のために平和的ではない手段も用いると。はい、覚えています。ですが今その決意が揺らいでいます。私はもうフィレネの平和のために残酷になることができないかもしれません。その辛さは理解できます。セリーヌは優しい人ですからね。いや違います、私は卑怯で愚かなんです。私が残酷になれないのは神竜様に嫌われたくないためですから。セリーヌ、お願いです、軽蔑してください。第一王女として国を守る立場にありながら個人の思いを優先する愚か者だと。今ここで嫌われてしまえば、私はまたフィレネの平和のために残酷になれますから。セリーヌ、これを受け取ってください。これは
約束の指輪。軽蔑なんてしません。ゼリーヌをずっとそばで見守ると約束します。ピレネ王国のため、ゼリーヌ自身のために、どれだけ身勝手な決断をしようと、私はあなたのそばを離れません。ですが神竜様は残酷な私などお嫌いになるはず。セリーヌが優しい人だと私は知っています。あなたの決断がどんなものだとしても、その心の悲しみを一緒に背負いたい。それが私の思いです。神竜様、もう何も怖くはありません。神竜様がそばにいてくれるのなら、それだけで私はとても幸せです。神竜様、優しいあなたがおそばにいてくだされば、私はもっと強くなれます。本当にありがとう。どうやら私はクロエに影響されてしまったようです。私に？それはどういうことでしょうか。クロエがおとぎ話のような生き方に憧れるように、私もある生き方に憧れを持ってしまいました。まあ、それは素晴らしいです。憧れを持つことができれば、それに向かって前進できますから。そうとも言い切れません。私が思い描く生き方は、私一人の努力だけでは到達できないので。何か必要なものが？クロエ、あなたです。え？あなたと生き方について話すうちに、ずっと共にいたいと思うようになりました。クロエがいつかおとぎ話に描かれるのなら、その隣には私がいたいんです。神竜様、もしもこの思いに応えてくれるのなら、どうかこの指輪を受け取ってください。私のパートナーとして。これは約束の指輪。以前クロエも言ったように、私が平凡な人生を送ることはきっとできません。そんな私が共に生きてほしいと願うのは、もしかしたら傲慢なのかもしれません。ですが、それでも私は。神竜様、それ以上は言わなくて大丈夫です。もとより私は平凡な人生なんていりません。あなたの人生に寄り添わせてくださるのなら、それは私にとって何よりの幸せです。クロエ、指輪喜んでお受けします。神竜様の憧れにいつまでもお供させてください。ありがとうございます、クロエ。今日から始めましょう。先の世を生きる子供たちが憧れてやまないような私と神竜様のおとぎ話を。ルイ、お待たせしました。私に話とは何でしょうか。神竜様、ご足労いただきありがとうございます。あ、ルイ、紅茶飲まれますか。いえ、今は大丈夫です。それよりも話とは。いつもと様子が違いますね。ずっとそわそわしています。すみません、神竜様にこんな情けない姿お見せするはずではなかったのですが、堂々としていなければという思いとは裏腹に、手は震え、足も一歩も動かず、顔は紅潮し、汗が止まりません。何か悩みがあるのなら遠慮せずに話してください。私も力になりますから。実は僕の弟たちが、平和になったら神竜様にどうしてもお会いしたいと言ってるんです。なんだ、そんなことですか。私は構いませんよ。違うんです、ただ会いたいのではなく、その弟たち分かってしまったみたいなんです。僕がいかに神竜様を大切に思っているかを。え？弟たちに書いた手紙に、僕は思いのまま神竜様のことをたくさん書いてしまいました。それで、
そんなに大切に思っている人なら絶対にお会いしないとって返信が来て、母の形見の指輪まで一緒に送ってきたんです。これをお渡ししろって。そういうことでしたか。やはり迷惑ですよね。綺麗な指輪です。いただけるのですか、神竜様。はい、あなたに受け取ってほしいです。ありがとうございます。ルイ、家族思いのあなたはきっとパートナーも大切にしてくれるでしょうね。私からもこれを贈ります。この約束の指輪を。ありがとうございます、神竜様。僕の故郷はブドウが有名なんです。この戦いが終わったらぜひ一緒に。ご家族に会えるのも楽しみにしています。まさか思いが通じるとは思っていませんでした。あなたといる時が僕の一番の幸せですよ、神竜様。今日もたくさん詰めましたね。おかげさまで。神竜様は疲れてませんか。ジャンといると楽しくて疲れなんて感じませんよ。あ、神竜様また怪我したある。ああ、この前の戦闘で仲間が危なくてついかばってしまいました。すぐに回復してもらったんですが、少しあざになっていますね。これを使ってください。この前の薬草で作った傷薬です。傷跡を消す効果が高いので、よく塗って乾くまで少し待ってください。ありがとうございます。神竜様、怪我をした時は、いえ、危険な時にはいつでも自分を呼んでください。自分は何があっても神竜様を守る、あなたを支えられるような人になりたいんや。じゃあ、それでしたらもうなっていますよ。え、ジャン、私はあなたを思うと強い気持ちでいられるんです。よかったらこの約束の指輪を受け取ってもらえますか。あかんよ、こんな大切なもの、もっとふさわしい人に。何を言ってるんですか。ジャン以外にいません。私を支えてくれるんでしょ。わかりました、ありがとうございます。これからはパートナーとしてあなたのこと支えます。よろしくお願いしますね。そうと決まれば今日から頑張ってたくましい体作りをせなあかんな。いつまでも子供やったら神竜様を守られへん。ゆっくりで大丈夫ですよ。早く大きくなってしまうと置いていかれてしまうようで寂しいです。わかりました、神竜様。自分をおそばに置いてくれてほんまに大きに。ゆっくり成長して立派なパートナーになってみせます。神竜氏、今日はどうしても伝えたいことがあります。言いたくないことは詮索しないと、そう言ってくださいましたが、やはりこれだけは話しておきたいのです。わかりました、ユナカがそこまで言うのなら。私めの本性は暗殺者、名はラリマーと申します。はい。自分のことを捨てた両親につけられた名前なので思い入れがあるわけではありません。でもこの名前は私めにも過去があったという証。これからは未来のために生きていくと決めましたが、神竜氏には知っておいてほしかったのです。とても勇気がいりましたよね。今の話は大切に覚えておきます。ありがとうございます、神竜氏。これが私めの秘めていたものです。ユナカが秘密を打ち明けてくれたんです。私からも秘密を告白させてください。神竜氏の秘密。実はユナカが私のために戦うと言ってくれた時、飛び上がりたいほど嬉しかったんです。心のどこかでユナカに対して特別な感情があったのかもしれません。ずっとそばにいてほしいと思うほど
特別な存在だと気づいてしまったんです。これが私の秘密です。神竜神、よかったらこの約束の指輪を受け取ってください。その指輪はとても大切なものなのでは。だからこそあなたに私の気持ちが本物である証として、私は今のあなたも過去のあなたもどちらも等しく大切にします。ありがとうございます。私めも神竜氏とずっと一緒にいたい。あなたにある過去も全て大切にしたい。これは嘘のない本当の気持ちです。ではこれからはパートナーとして共に未来を生きましょう、ユナカ。はい、神竜氏。あなたにはもう嘘をつきませぬ。未来に向かって新たな旅路の始まりですな。アンナさん、今日は恋人の記念日ですね。新商品の売れ行きはどうですか？もう完売しちゃった。本当ですか？本当本当、もう飛ぶようにみんな売れちゃった。おめでとうございます、アンナさん。全部神竜様のおかげよ、ありがとう。でもせっかくなので一つぐらいは完成品を見たかったですね。実は一つ取っておいたの。はい、これ。わあ、素敵な仕上がりですね。これはみんな欲しくなってしまいます。よかったらあげるわ。え、でもそれは売り物じゃないの。一番うまく作れた神竜様用の特別な非売品、受け取ってもらえると嬉しいな。一番うまく作れたって、それをもらってしまっていいんですか？もう鈍いわね。どういう意味かよく考えて。だって今日はほら特別な日だし、私はまだ子供だからそういうのには早いけど、神竜様と仲良しの印ってこと。嬉しいです。喜んでいただきますね。ありがとうございます。代わりにこれを受け取ってください。約束の指輪です。大事なものだからこそアンナさんに受け取ってほしいです。恋人にはまだ早くても、パートナーにはなれると思いませんか？そうね。現に私たち新商品を生み出したパートナー同士だもんね。ありがとう、指輪受け取るわ。私とっ幸せ。私もです。さてと、明日から忙しくなるわよ。職人に頼んでそのネックレスを大量生産してもらわなきゃ。神竜様がつけてるネックレスよ。もう売れる要素しかないでしょう。たくましいですね、アンナさん。私はいつでも応援していますから。行商人としてのあなたも、パートナーとしてのあなたも。あなたとなら世界一の行商人にもなれちゃいそう。いつか家族に会えたら大切な人だって紹介させてね。神竜様、スタルーク、どうしたんです？座ろうとして元に戻りましたね。ダメだ、平伏してお願いすることじゃない。一生に一度でいい。僕は
勇気を出したい。神竜様、これを見てください。綺麗な宝石ですね。不思議な色をしています。ブロディア王国原産の石です。赤と青の混じった珍しい色合いで、僕が生まれた時に父より賜りました。スタルークの髪と瞳の色に似ているからと。確かにスタルークは青い髪に赤い瞳、この宝石にぴったりだと思います。でも神竜様も同じですよね。厳密には配分が違いますけど、なんというか見ているとあなたを思い出すんです。僕に今のままでいいと言ってくれた大切な人。大切な人？父はいつかこれを心に決めた誰かに渡せと言いました。神竜様、どうか受け取ってください。僕のあなたへの気持ちです。ありがとうございます、スタルーク。喜んでお受けしますよ。私からもこの指輪を。これって約束の指輪？はい、この指輪はあなたにこそふさわしい。神竜の名において特別な絆をあなたに。パートナーとして共に行きましょう、スタルーク。かっこいい。ずるいですよ神竜様。きちんと決めようと思ったのに、神竜様が僕を凌駕するかっこよさで殴りつけてくる。でも嬉しいです。ありがとうございます。もう泣かないでください。泣いていません。パートナーとなった以上、情けない姿は見せられませんから。できるだけ。神竜様、僕強くなります。こう見えてブロディア王国第二王子、武力の国の王子としての伸びしろはあります。もっと頼れる存在になって、ずっと神竜様のことを守ります、スタルーク。これだけは自信を持って約束します。この指輪にかけて。ありがとうございます。決して後悔はさせません。あなたと並び立って恥じない立派な王子となって、最後まで、いえその先まで共に。ラプス、ちょっといいですか？神竜様、何かご用でしょうか？これを受け取っていただきたいんです。何でしょう、綺麗な金属、なんだか高そうな。これって約束の指輪ですか？はい、裏を見てください。私の名前が彫ってあります。ラピスからいただいた工作道具を使って彫ってみたんです。工作道具で何やってしまっているんですか？こんなの彫ってしまったらもう消せませんよ。消すつもりはありません。大切な人に贈るという気持ちを込めて作りました、ラピス。受け取っていただけますか？昔の私なら身分の違いに恐縮して逃げ出したと思います。ですが今の私は、誰に何と言われようと、どう思われようと、神竜様のことが大切です。それでは。はい、もちろんお受け取りさせていただきます。神竜様が心を込めて名前を彫ってくださった指輪、一生大切にします。ありがとうございます。こうなってしまったからには言わないといけませんが、私実はブロディアの田舎にある鋳物村出身なのですよね。なぜそのことを？ブロディア鋳のことを調べていたら記述が。その呼び名を使うのは鋳物村出身者だけだと。
すべてバレていたというわけですね。でもいいんです、それも含めての私ですから。ええ、私はそんなラピスだからこうして指輪を渡したんです。ありがとうございます、神竜様。私を選んでくださったからには苦労はさせません。これからは二人でいろんな証を作っていきましょうね。シトリニカ、見てください。乾燥したお花ですか？どこか見覚えがあるような。あなたからもらった花束です。乾かして大事にしているんですよ。まあ、あの時の。大切にしてくださって嬉しいです。これを飾っているとシトリニカの優しさに包まれているような気持ちになるんですよ。素敵なご報告に感謝いたしますわ。今日あなたを呼んだのはこれを見せるためだけではないんです。実は受け取っていただきたいものがあって。何かしら？これを。約束の指輪です。え、由緒ある宝飾品だと聞いていますわ。価値はおそらく私の全ての財でも及ばない。それをなぜ私に？指輪の価値ではなく、私の気持ちとして受け取ってください。シトリニカにパートナーになってほしいんです。共に戦い、そして共に歩んでくれませんか？わかりました、喜んでお受けいたしますわ。ありがとうございます。私は贈り物はすることはあっても、いただくことが実はあまりないのだけれど、気持ちがこもった贈り物って嬉しいものね、とっても。シトリニカ、ありがとうございます、神竜様。私は世界一の幸せ者です。いつか平和になったら共に舞踏会に参りましょう。まだ先のことになるでしょうけど。そんなに先まで待つことはありません。今から二人で踊りませんか？二人だけの舞踏会です。ええ、喜んで。これからは優しい気持ちを送り合っていきましょう。何にも変えられない二人の時間を楽しみましょうね。神竜様、ちょっといいか？何でしょうか？これを神竜様に受け取ってほしい。指輪ですか？ああ、父上からもらった勲章を溶かして作ったものだ。勲章？どうしてあれほど大切にしていたものを？構わんさ。ブロディア王国の勲章は代々こうやって形を変えて受け継がれてきたんだ。それなら余計に私がいただくわけには。二人で支え合う。神竜様は私にそう言ってくれた。これはそのための証だ。どうかこの指輪を受け取ってほしい。ディアマンド、私はこの指輪に見合うほど立派ではないかもしれません。ですがそうなるように努力したいと思います。では受け取ってもらえるんだな？はい。ありがとう、神竜様。お返しという形になってしまいましたが、私からもこれを。これは約束の指輪。本当は私から渡そうと思っていたのに先を越されてしまいましたね。しかしこんな大切な。大切なものという意味では私が受け取った指輪も同じです。嫌とは言わせません。私の隣にいてほしい人はディアマンド以外にはいませんから。そうか、私もそれは誰にも譲る気はない。ありがたく受け取ろう。この指輪からは神竜のリトスの歴史を感じるようだ。この指輪からもブロディア王国の歴史を感じます。ああ、私の父上は祖父から、祖父もまた先代から
受け継いできたものだからな。二つの指輪に負けないぐらいの歴史を共に作っていかなければなりませんね。大丈夫さ、私たちが支え合えば必ずできる。これからも私はあなたのそばにいる。命に代えても守ると誓おう。大切な二つの指輪とともに。これが俺の故郷です。で、こっちの一枚が牧場。それは言わなくても分かりますね。アルパカです。アンバーがこんなに絵がうまかっただなんて。どこも素敵な場所ですね。ありがとうございます。いいなあ、なんだか羨ましいです。あなたには揺るぎない故郷がある。でも記憶のない私には。神竜様か、帰る場所ありますよ。ここです。ここ？俺です。え、神竜様、思い切って言わせてください。神竜様が剣なら俺はそれを守る伝説の鞘となる。神竜様が戦ってボロボロになってもそれを迎えて全力で癒します。それでまた無事に戻れるよう見送ります。何度でも、あなたの大切な存在として。アンバー、ごめんなさい。気持ちは嬉しいのですが。そうですよね。すみません、出しゃばったことをしてしまって。違うんです。私が剣ならあなたも剣でいてください。共に戦場をかけましょう。あなたの夢は勇者になることでしょう。大切な人の夢を隣で見つめていたいんです。神竜様。アンバー、約束の指輪を受け取ってもらえませんか。もしも私と同じ剣となってくれるのなら。はい、もちろんです。あなたが望むのなら剣として共に。アンバー、共に平和な世界を築きましょう。そしていつの日かあなたの故郷に行ってみたいです。もちろんです。もう自分の故郷みたいにくつろいでください。ありがとうございます。俺、胸がいっぱいでとにかく嬉しすぎて。あ、そうだ、早速故郷のアルパカたちに報告を。あの長くなりそうなので後にしませんか。私も一緒に報告したいですし、今は私への言葉が欲しいです。わかりました、神竜様。俺たちは結ばれた双剣です。これからはずっと共に。嫌だって言っても離れないんですからね、神竜様。ジェーデのお父様は宝石の鑑定士で、お母様は宝飾品を作る職人なのですよね。はい、神竜様。資源が豊かな鉱山の町に住んでいたので、住民の多くは宝石に関連のある仕事をしていました。私も母の手伝いをしていたこともありましたが、手先が器用ではなかったので、結局鉱山を守る用心棒に落ち着きました。でもジェイでは幼い頃から宝石や宝飾品に触れてきたということですよね。まあ他のものよりは詳しいと思います。ではこれを見てほしいのですが。あ、約束の指輪ですね。確かに普通の宝飾品にはない不思議な力強さを感じることができます。やはりそうですか。ではその指輪はそのままジェイデに持っていてほしいです。それはどういう。そのままの意味ですよ。私はあなたと強い絆を結びたいです。特別なんです、ジェイデのこと。だからもう一人で戦おうとしないでください。
受け取っていただけませんか。Jでは感情を顔に出すのが苦手でしたね。ですが私には分かりますよ、ジェーデが今どんな気持ちなのかが。はい、私は嬉しくてとてもとても幸せです。指輪ありがとうございます。これからも共に歩み続けてくれますね。もちろんです、神竜様。共にいましょう、永遠に。私たちを結ぶこの絆は決して砕けぬ鉱石のように固く。神竜様、こんなところに呼び出して何を始めようというの。すみません、アイビー、大切な話をしたかったので。何もわざわざこんな人気のない場所へ来なくても。他の人には聞かれたくなかったんですよ。そうなの。アイビー、大丈夫ですか。突然顔が赤くなりましたけど。私は大丈夫よ、大丈夫。たとえこれからどんなことを言われようと涼しい顔で受け止めてみせるわ。さあ来なさい。わかりました。ではアイビー、この指輪を受け取っていただけないでしょうか。約束の指輪。神竜が強く絆を深めたいと願う、ただ一人にだけ渡す指輪。はい、その通りです。その指輪を私に。本当に本当なの。私はあなたと共に歩んでいきたいです。これから先もずっとパートナーになってください、アイビー。まっすぐなのね、気持ちを伝える言葉も方法も。神様だと言ってくれましたからね。アイビーには正直でいたいんです。それにあなただってまっすぐに私に好きと言ってくれたじゃないですか。そうだったわね。指輪お受け取りします。ありがとうございます、アイビー。私とあなたの特別な絆、決して揺るがぬ力を感じるわ。とても嬉しい。ありがとう、神竜様。好きよ、誰よりも一番あなたが好き。今までもこれからもあなたは私の神様だわ。お待ちしていましたよ、神竜様。さあそこにおかけになってください。今日は何を話してくれるんですか。今日は俺のことをお話ししようと思います。あなたのこと。前に言いましたが、俺は生きる目的が急になくならないよう常に備えをして生きています。どうしてそんな生き方をするようになったのか、そこには俺の闇が関係しています。実は俺は子供の頃家族を全員失いました。賊に襲われて皆殺しにされたんです。そんな。俺は賊への復讐を誓い暗殺を生業にするようになりました。そして10年ほど前、憎き賊を探し出し望み通りに復讐を果たしたのです。でも目的を達した瞬間、俺は灰になりました。生きる目的を失ってしまったのです。その後俺は運よくハイヤシンス王の目に留まり、王城兵に取り立てていただきました。久々にやるべきことが見つかった俺は寝る間も惜しまず働き、王女の進化へと栄転しました。話は以上です。話してくれてありがとうございます。でも
どうして私にそれを？人生という名の暇つぶしを神竜様のパートナーとして一緒に楽しみたいと思ったからです。え？今のは忘れてください。嫌ですよね。こんな奴がパートナーだなんて。いえ、その逆です。すごく嬉しいです。私もこれを渡したかったんです。ずっと。今の言葉でやっと勇気が出ました。これは約束の指輪。あなたの人生の暇つぶしに付き合わせてください。叶うならあなたの一番近くで。神竜様、本気ですか？はい。嘘で言えることだと思いますか？いいえ、ありがとうございます。喜んでお受けいたしましょう。神竜様、俺からもこれを。ネックレスですか？すごく綺麗です。あなたのために手作りした思いの証です。素材、工法、全てにおいて徹底的に凝りました。ありがとうございます。あれ？どうされましたか、神竜様。ゼルコバの話し方が少し変わったような気がしてこんな時にまで意味深な言い回しなどしなくてもいいでしょう。今はあなたに俺の飾らない言葉を聞いていただきたい気分なのですよそうですか。ではゼルコバ、ぜひ聞かせてください。ネックレスのどういうところを怒ったのか。わかりました。1から10まで全てお話ししましょう。ネックレスに込めた俺なりのこだわり、そしてずっと胸に抱いてきたあなたへの思いを。か月ぼんやりしてどうかしたのですか、神竜殿。世はもう神竜殿と親友ではいられぬ。え、どうしてです？私が何かしたのなら謝ります。違うのじゃ。これは世が悪いのじゃ。この前神竜殿は新たな指輪を手に入れたじゃろ。パートナーに渡す約束の指輪とやらを。でも世はそれを喜べなかった。嫉妬してしまったのじゃ。それを渡される者に。指輪を渡された者はパートナーとなる。パートナーは一番大事や。親友よりも世ではない誰かが一番になるなど耐えられぬ。神竜殿の一番には世がなりたいのに。だからこんな気持ちではもう親友ではいられないのじゃ。カ月、バカですね。カ月は。なんじゃと？世は真剣に。そんなこと思わなくても、私はこれをあなたに渡すつもりでいたのに。これは約束の指輪。なぜじゃ。私もカ月と同じ気持ちだということですよ。あなたの一番には私がなりたい。それは本当か？親友以上の大切な人に嘘なんてつきませんよ。そうかまさか相思相愛じゃったとは世は嬉しいのじゃ。幸福絶頂じゃ。ありがとう神竜殿。私も嬉しいです。ありがとう花月。友達から親友へ、親友からパートナーへ、世たちは特別な仲となる運命だったのじゃな。この次は家族でしょうか。いつか私を花月の家族に紹介してくださいね。そうじゃな。それまでに胸を張って故郷に帰れるほどの活躍をするのじゃ。見ておれよ神竜殿。
世はそなたが大好きじゃ。パートナーとして円満具足の幸せをもたらし、最後まで添い遂げようぞ。とても美味しい料理でしたね、フォガート。それに素敵なお店でした。神竜様と食べる食事は格別だった。大活躍した甲斐があったってもんだよ。いろいろありましたけど、フォガートの願いを叶えられてよかったです。俺の願いは食事だけじゃないんだけどね。他にも願い事が？ああ、最初に言っていた恥ずかしい願望ですか？違う。いや、違わなくもないけど、俺のもう一つの願いは、その神竜様とずっと一緒にいることだ。え？俺は軽いって自覚があるけど、これは本気さ。じゃないと食事を褒美に頑張ったりなんてできない。全然気づきませんでした。そんな風に思ってくれていただなんて。言うつもりはなかったんだ。ずっと秘密にしようと思ってたのに。フォガートは随分と秘密主義なんですね。もしかして他にも秘密があるんじゃないですか？私の他にも同じことを言ってたり。ないない、天に誓ってそのような人はいません。本当です。嘘ですよ。少し意地悪してみたくなっただけです。フォガートは軽そうに見えて、実は真面目で一途。そのことは私がよくわかっています。だからあなたにこれを。約束の指輪。神竜様、これはずっと一緒にいるというあなたのお願い。これで叶えてあげられます。秘密主義だったのは私も同じ。フォガート、私もあなたと共にいたいと思っていました。本当に？俺すごく嬉しいよ。あなたの本当の姿、これからも私だけに見せてくださいね。うん、神竜様、ありがとう。俺は世界一の幸せ者だね。これからは君だけに砂漠より大きな俺の愛を捧ぐよ。ねえ、お待たせ、パンドロ。神竜様、気に入らないでください、その挨拶を。すみません、つい。それで私に用事とは何でしょうか？今日は神竜様にお話ししたいことがあるんです。神竜様、俺はあなたのことを特別に思っています。え？何ですか、いきなり。いきなりではありません。ずっと思っていました。不敬であることは分かっています。神聖なあなたにこのような思いを抱くなんて。けれど聖職者としてこれ以上隠し通したまま生きることはできませんでした。お返事はいりません。神竜様が一介の聖職者とちぎることなどありえませんから、身勝手な思いを聞いてくださりありがとうございました。では。待ってください。え？神竜が聖職者とちぎってはいけないと、そんなこと誰が決めたのですか？それは。パンドロ、私はあなたのおかげで大切なことに気づかされました。私が人々にどう思われ、どのように影響を与えていたのかを。あなたがいなければ私は孤独だったかもしれません。私もあなたを大切に思っているんです。この思いは許されないことなのですか？神竜様、いえ、あなたの思いが許されないなんて、そんなことは
なら約束の指輪を受け取ってください。私のパートナーとして。俺なんかでよろしければ。ありがとうございます、パンドロ。光が差してきましたね。もしかしたら母さんが祝福してくれているのかもしれません。ルミエル様が。互いを思い合うのに許されないことなんてないんですよ。きっとこれからは共にいましょう、いつまでも。はい、お慕いしています、神竜様。俺は幸せです。この先何があってもこの手をずっと離しません。神竜様、新作の料理ができました。ぜひ試食してください。感想をいただきたいのです。とても美味しそうな料理ですね。色合いも美しいです。ここに添えられているトマトとベリーはその美しい瞳に着想を得ました。どうぞお召し上がりください。はい、いただきます。これは美味しいです。今まで食べたどの料理よりも。そう言っていただけて嬉しいです。神竜様のために作った渾身の料理なので。神竜様を思うと美味しい料理ができるのです。またあなたを思って作らせてください。叶うならこれからずっと。それって私は神竜様、あなたのパートナーになりたい。もしこの料理を気に入っていただけたらそう告げようと思っていました。しかし迷惑であればこの料理を思い出に、これまで通りみんなの料理人に戻ります。それは困りますね。また私のために美味しい料理を作ってほしいです。いえ、たとえ料理がなくともあなたにそばにいてほしい。この約束の指輪を。ボネ。ありがとうございます。ああ、あなたのように美しい指輪だ。これからは料理だけではなく私のこともたくさん知ってくださいね。もちろんです、神竜様。こんなに甘く幸せな心持ちをありがとうございます。あなたとの日々がどんな味で彩られるか楽しみですね。神竜様、ソルムの民は自由をとても重んじるの。ええ、そう聞いています。私もそう、自由でいることが好き。でも一つ疑問に感じてることがあるんだ、神竜様。絆は自由を縛る鎖だと思う。鎖ですか？人と人とのつながりや絆は大きな力になる。それは理解しているの。この世界では一人でなせないことの方が多いし、本当の意味で一人で生きている人はごく少数。絆は力ということに疑問はない。でも人と人とのつながりは時にしがらみにもなる。しがらみ。確かにそういった一面もありますね。大切な人がいるからこそ自分の意思とは違う行動をしなければならない。そのようなことはいくらでも起こりえますから。そう、絆がない方が自由なのかなって。神竜様はどう思う？私の考えはこれです。約束の指輪？ミスティラに受け取ってもらいたいです。え？この指輪は私とミスティラの絆を深めます。でも決してあなたの自由を縛る枷にはならない。なぜなら私はミスティラが好きだから。あなたの自由を奪うことは
絶対にしません。それって自由でありながら神竜様と絆を深めることができるってこと？はい。すごく素敵。最高の殺し文句だよ。ありがとう。指輪受け取るね。離れることがあっても心は共にありましょう。自由なあなたと永遠に。私も同じ気持ちだよ、神竜様。私すごく幸せだ。この絆、死んでも大切にするわ。二人はこれからどこにいてもいつまでも一緒だよ。神竜様、図鑑の原稿ができました。確認をお願いできますか？はい、もちろんです。それでは早速。神竜浮遊城ソラネルで千年の眠りから覚めた竜族、謙虚で優しく人を思いやる心を持ち、人々を守るために戦いを続けている。なんだか照れてしまいますね。でも本当のことですから。寿命は数千年とも言われ、能力は人間の比ではない。しかしその生態は普通の人と変わらず、人間と同じような生活を送っている。また著者メリンの最も大切な存在でもある。メリン、これは？ごめんなさい、つい書いてしまいました。この部分は聖書の際には省きます。でも神竜様にだけは見ておいてほしくて。僕にとって神竜様がそれだけの存在であったこと、あなたを思う人間がいたことを後の世まで覚えていてほしくって。このまま乗せてください。え？ただしこれだけでは不足です。著者メリンも神竜の大切な存在である。そして神竜から約束の指輪を渡されたただ一人のパートナーである。そう書き加えてください。これは神竜様、いけません。こんな大切なものを。私を思ってくれているのならどうか受け取ってください。神竜は人であるメリンと特別な絆を結んでいた。その事実を伝えましょう。わかりました。ありがとうございます、神竜様。この素晴らしい図鑑が完成すれば神竜も人間と変わらないと思ってもらえそうですね。はい、僕気づきました。やっぱりこの図鑑はまだまだ完成しません。え？人と竜がどのように思い合い暮らしたのか、僕たちのこれからのことを図鑑に盛り込みたいです。そうですね、メリン、一緒に作り上げていきましょう。はい、お慕いしております、神竜様。これから僕と何千年も残るような思い出を作っていきましょう。今日もいい報告はなしですか？次こそは見つかるといいのですが。神竜様、もう両親を探すのはやめにしますです。え？でも残念ですが、これだけ探したんです。後悔はないですます、神竜様。今までありがとうございました。すっかりお付き合いさせてしまいましたですね。一緒に両親を探した時間、楽しかったです。できればこの先もずっとご一緒したいぐらい。パネトネが望むなら、ずっとそばにいますよ。え？私はもう他人ではないと言いましたが、本当は、あの時から特別になりたかったんです。これを受け取ってくれませんか？それは約束の指輪。大切だと思う相手に贈る指輪です。受け取ってくれますか？
様、それはダメでございますです。私の両親は昔は仲良しだったんです。でもいつしか険悪になっていった。人の気持ちは変わるものです。だからあなたの過去を考えればそう思ってしまう気持ちもわかります。ですが恐れていては何も始まりません。もちろん喧嘩だってするかもしれませんが、その時はパネトネの攻撃を全部避けて話し合いで解決したいと思います。神竜様、面白いでございますですね。確かにお瞬発力が大切だと言いましたが、私の攻撃は簡単には避けられませんです。必ず避けてみせます。だから受け取ってください。はい、神竜様、これからもずっと一緒にいてくださいね。もちろんです。私たちはもうパートナーなのですから。頼もしいですわね。本気で喧嘩できる人も、ずっとそばにいたいと思う人も、あなた以外には考えられません。お慕いしてますですわ。最近のオルテンシアはとても生き生きしてますね。そう？きっと外見と内面を磨いたせいね。そうですね。おかげで以前にも増して周りに人が絶えないように思います。ん？あら？もしかして私がみんなから好かれるようになって神竜様やきもち焼いてるの？そんなことは。嬉しいわ。やっと神竜様をメロメロにしちゃった。でもそんなに心配しなくていいのよ。どんなにみんなから好かれても大切な人はあなただけだもん。つい口が私としたことが口が滑る。ごめん神竜様、今のことは忘れて。忘れません。なんで？オルテンシアの言う通りだったんです。私は焼き餅を焼いていました。あなたのことが気になっていて特別になりたいと思っていたから。オルテンシア、約束の指輪受け取ってくれませんか？これって神竜様とパートナーになれる指輪、私がもらっちゃってもいいの？はい。ありがとう。この指輪一生大切にするわ。素敵な笑顔です。内面の美しさもにじみ出るような。私も外見と内面を磨かないと釣り合いが取れませんね。外見はもういいでしょ。初めて会った時からずっとあなたは綺麗だし、内面だってこの私が認めたお墨付きよ。そこのところ分かってるのかしら？なんだかオルテンシアといると自分がすごく素敵になった気がしてきます。そうよ。だってあなたはこの私が惚れ込んだ相手なんだから、これからも自信を持ってなさい。大好きよ。神竜様、お待ちしていました。今宵は特別な踊りを見ていただこうと思いまして。特別な踊り？はい。ただ一人あなただけのために舞います。では始めます。セアダス、素晴らしかったです。感動しました。ありがとうございます。食事も済ませ、幸せだなと思いながら舞いました。それはよかった。どうして今日は特別な踊りを？それを説明するには今の踊りの意味を伝えなくてはなりません。意味？永遠の誓い、それが今の踊りです。この踊りを見せるのはただ一人にだけ。神竜様、あなたは俺の特別です。はっきり言うと
ずっと好きでした。多分あの城塞で出会った日からライバルは多いだろうな。でもこの思いは誰にも負けない自信がある。どうかこの思いに応えていただけませんか。せやだす。やっぱり無謀でしたかね。いえ、とても嬉しいです。私も相手はあなたがいいとずっと思っていました。本当ですか。この指輪もきっとセアダスに似合うだろうと。約束の指輪、これを俺に。はい。ありがとうございます。胸の中に星がきらめくような気持ちだ。これからもっと頑張ります。あなたと並び立つにふさわしいように。頑張るのは私の方です。セアダスの輝きに負けないくらいに共に歩めること、とても嬉しいです。神竜様、俺も嬉しいです。世界が不思議で美しく愛おしいのはあなたがいてくれるからですね。もう決して離れません。あのさ、神竜様、俺って可愛いよね。そうですね、ロサードは可愛いと思いますよ。そうなんだよな、俺は可愛いんだ。現時点で自称世界一可愛い。だから失敗しないはず。どうしたんですか。神竜様、これあげる。これは髪留めですか。とても美しいですね。当然ですよ、妖精の村、俺の故郷で手に入れたやつですからね。ありがとうございます。でもどうして私にこれを。ここの髪留めを神竜様がつけたら世界一可愛くなるんじゃないかなって思って。私が可愛いですか。俺にとって可愛いは全てです。本当は俺が世界一可愛いんですけど、今日から神竜様が世界一可愛いって認めます。俺は隣でその可愛さを、あなたを一生守りたい。これで分かりましたよね。俺、あなたの特別な人になりたいです。神竜様のことを考えると胸の奥が温かくなる感じがして、こんなこと初めてなんです。いいね。え？その気持ち共感します。私もロサードのことを考えると胸の奥が温かくなるんです。ありがとうございます、ロサード。私もあなたと同じ気持ちですよ。神竜様、どうかこの指輪を受け取ってください。これって約束の指輪。こんな大切なものを俺に。パートナーとなるのですから当然です。この気持ちはいいねだけでは終わらせませんよ。この指輪すっごく可愛い。まるで神竜様みたい。もうずっとつけることにします。それでもいいですよね。はい、ロサード、ずっとずっとつけていてください。ありがとうございます、神竜様。俺ずっと話しません。この指輪もあなたのことも誰からも傷つけられないように一生守りますからね。
神竜様、お待ちしていました。テーブルにおかけになってください。おお、すごい。料理を作ってくれたのですか？腕によりをかけて作りました。ただご覧の通り、料理はとても地味です。ゴルドマリー、どうした？具合でも悪いんじゃないのかと巷の人々は驚くことでしょう。でもこれでいいのです。あなたの前では自然体の私でいたいから。ありがとうございます。その言葉とても嬉しいですよ。よかった。神竜様、実は今日はお伝えしたいことがあってお呼びしました。何ですか？以前の私ならここでモテの波状攻撃を浴びせていたことでしょう。でも今日の私は違います。あなたのおかげで生まれ変わったのですから。神竜様、私はあなたに心底惚れてしまいました。え？なので神竜様もよかったらその私に惚れてはくださいませんか。この超絶可愛い神聖ゴルドマリーをパートナーに選んでください。その口説き文句、自信たっぷりで素敵ですね、ゴルドマリー。そんな風に思ってくれてありがとうございます。私もパートナーにするならあなただと思っていました。これを受け取ってください。約束の指輪、本当ですか？そんな夢みたい。では早速指に。ああ、すごい。この上なく似合います。私の美麗で華奢な指にぴったり。本当によく似合っていますよ。ありがとうございます。ああ、すっかり遅くなりましたが食事を始めましょう。そうですね、冷めないうちに。全世界の皆さん、すみません。私ばかり幸せになって申し訳ありません。では改めて乾杯。世界一可愛いパートナーですみません。命尽きるまで自然体の私であなたをお守りします。これは約束の指輪ですな。なるほど、確かに力を感じますぞ。もしよろしければ実験してみたいのじゃが、まずはサンダーを何度か放ち。それはやめてください、大事なものですので。冗談です。じゃあ神竜様、それでわしに何を求められますかな？この指輪をどうしてほしいと？身につけてほしいのです。それは可能ですが、何の意味が？私のパートナーとなってください。え？バカを申されるな。よりによってわしがパートナーですと？神竜様は愚か者ですじゃ。もっと聡明な方じゃと思っていたのに。それにわしには天国に妻がおる。他の者とは特別にはなれぬよ。承知しています。これはあくまでも戦闘におけるパートナー関係です。あなたと共にいると強くなれる。世界を救うため私はあなたとの絆が欲しいのです。だとしてもわしよりも若い者に渡されよ。わしはあと何年の命か分かりません。そんな者と絆を結んだところで
悲しいだけじゃ。わしが妻を失った時と同じ思いをされる。これから先きっと後悔するじゃろう。私は今を見ています。今リンデンは健在ですし、今リンデンのおかげで強くなれるんです。それにどれだけ若い方を選んでも、竜である私よりも先に旅立つことは同じです。リンデン、私の願いは本当に愚かな考えでしょうか。いや、愚かなのはわしの方でしたな。こんなに必要としてくださっているのに、神竜様の決意を邪険に判断してしまいました。その指輪ありがたく頂戴しますぞ。わしの力をあなた様にお貸しいたしましょう。ありがとうございます。礼を言うのはわしの方じゃ。ありがとうございます、神竜様。まったく本当に困ったお方じゃ。しかしわしとの絆に決して後悔はさせません。必ずや世界を救いましょうぞ。参りました。私の負けです。手合わせありがとうございます。さすがに疲れましたね。今日の鍛錬はここまでにしておきましょう。神竜様の気迫には驚きました。神竜様は強くなると言いましたが、ここまで力をつけるとは驚きです。ザフィーアのおかげですよ。あなたを守りたいという気持ちが私のことをここまで強くしてくれたんです。赤くなるとは珍しいですね。守るなどと言われたのは初めてで、どう反応したらいいか分かりません。鬼のような気迫があっても、あなたはとても繊細な心を持っています。だからザフィア、この約束の指輪を受け取ってください。え、私にとってあなたは大切な存在です。この指輪はその印、どうかパートナーになってはくださいませんか。私は幸せになっていいのでしょうか。もちろんです。あなたは痛みを知っている人ですから、心に痛みを持つ人は幸せにならないといけません。神竜様、わかりました。その指輪ありがたく受け取ります。ザフィア、これからもよろしくお願いします。ただ守られるのは性に合いません。私もあなたを守り、そしてこの手で必ず幸せにしてみせますよ。人助けに協力していただきありがとうございます。迷子を送り届けたり、揉め事の解消を手伝ったり、今日はたくさんありましたね。少々疲れましたが、皆の笑顔を見られると嬉しく感じます。以前はただ自分が楽になるためだけに人助けをしていたのだと痛感させられました。モーブも前に比べると自然に笑顔を見せてくれるようになりましたね。とてもいいことだと思います。少しずつ自分を、周りの皆を信じられるようになっている気がします。全ては神竜殿のおかげ。あなたにそう思っていただけて感無量です。神竜殿、どうしたのですか。俺などの顔をじっと見て。いえ、その言葉嬉しいなと思って。やっぱりこれはもう少し後で。今何かを隠しましたね。違います。別に何も隠してなんか。約束の指輪、どうしてこのような大切なもの。それはその、神竜殿、もしよろしければその約束の指輪を俺にいただけませんか。
モーブ、この指輪は特別な相手と絆を結ぶためのものです。指輪を受けたいと申し出ることは私のパートナーになりたいということと同じ。それを分かって言っているのですか？はい、俺は神竜殿のおかげで救われました。ですがそれだけではない。恩人であるあなたのことを特別に思うようになってしまったんです。あなたが指輪を手に入れられた時、それは明確になりました。隣にいるのは俺が良いと。モーブ、今の俺はまだこの指輪にふさわしい存在ではないかもしれません。ですがいずれ必ず。どうか考えてはくださいませんか？本当は私からこの指輪をあなたに贈ろうと思っていたんです。あなたが努力する姿を見て、気づいた時にはその優しさに惹かれていた。渡す勇気がなくて困っていたところ、あなたから欲しいと言ってくれて嬉しいです。ですがあなたはベイルの騎士。少し戸惑うところがありました。ベイル様は喜んでくださいました。大切な二人が特別になるのは嬉しいと。相談していたのですか？その答え、ベイルらしいですね。では私も勇気を出しましょう。指輪を受け取ってください、モーブ。私のパートナーとして。ありがとうございます。光栄です。とても。この指輪、そして私との絆をこれからずっと大切にしてくださいね。はい、神竜殿。許されない思いだと考えていました。それでも俺を受け入れてくださり嬉しいです。ずっとおそばに。ねえねえ、お兄ちゃんに渡したいものがあるの。渡したいもの？これ、大切にしてくれたら嬉しいな。綺麗な石ですね。透き通った青色です。私のために探してくれたんですか？千年前にもらった龍石のお返しをしたくて。また二人が離れ離れになっても再会できるようにって願いを込めてるんだよ。私たちは本当に考えが似ていますね。どういうこと？ベイル、私からもあなたに受け取ってほしいものがあるんです。兄弟として、大切なパートナーとして、ベイルに持っていてほしいんです。でも、この指輪を持つ相手は、あなた以外に想像できません。ダメだよ。これは神竜の特別なものだもん。ルミエルの命を奪った私に、その資格はない。そんなことありません。私がそう望んでいるんですから。それに母さんはきっとベイルの、私たちの幸せを願ってくれるはずです。絶対に。分かったわ。ありがとう。指輪お受けします。龍石の次はこの指輪が私の一番のお守りだね。よかった。ずっと大切にしてくれていたと聞いていましたから、龍石の代わりになるものをと考えていたんです。いえ、代わりになるだけではなく、私たちの新しい絆を象徴できればと。でもまさか私が渡す前にベイルから石をもらうとは思いませんでした。嬉しいな。私たち本当にそっくりなんだね。さっきベイルは「また二人が離れ離れになっても」と言いましたが、私はもうどこへも行きません。
これからはずっとベイルと一緒です。この指輪と石があればもう絶対に離れ離れになんかならないわ。平和を願っていたルミエルのためにも絶対にこの戦を終わらせよう。ええ、頑張りましょう。ありがとう。これから何千年だってそばにいるわ。そしてこの指輪に誓う。共に世界を救う竜となることを。